前半を終えて0対0両チーム無得点で一旦折り返します。今後半がスタートしました。両者まずは先に得点したいところ。軽く出して右へ出した。強いデフォー、オーウェン、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一方及びません。右へ出す。あっと、これはあっといいですね。ダイレクトで、あっと入りません。しかし北澤さん、もう本当そのまま行きそうな感じだったんですけれどもね。そうですね、やっぱりどこかでスピードアップのタイミング、トップのシーンを作らないとチャンス生まれませんからね。そうですね。ファールを取られました。あー、これは注意だけですね。日本ピン、ちょっともったいなかったですね。いい感じですよね、ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。内田、今度山口、もう一度山口、左にはたいた、右にはたいた、パスをつないでいく。おっと、スペースに出した。一瞬中を見た。ゴール前にいるのは香川。クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。ここは集中した方がいいですね。そのままシュート、ここは一難逃れます。イングランド、ここはしっかりと守りました。横へ運んでいきます。イングランド、ボールキープしています。回して走り行こう。さあ競っていく。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。時計は後半の15分を過ぎました。短くつなぎます。さあ来た、まだ上がっていきます。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。イングランド、絶好のチャンスを得ます。ピンチを逃れました。競り合います。これは危険なプレーです。内田、日本ボールを回します。さあこっからだ。開きますよ。中央からいった、仕掛けできた。あっと通った、危ないところでした。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。大事なところ、ジェラー、縦へ止めた。リターンを受けて上皇、競り合った。さあ一人で上がっていきます。細かいボールの奪い合い、後ろへ預けた。ここからいった、ここで激しいサイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。内田、さあ攻撃に注目です。チェックに行く。後半30分を回ろうというところ。ジェラー、これはファールです。フリーキックになります。リスタートが早い。逃げます。放送席、カビラさん、アウェイ側なんですけど、ピッチの横で選手がウォームアップするように言われてますね。そうですか、どうやらベンチに動きが見られるようです。ここから岡崎、通るか、おっとファーディナン、右へ出す。イングランド、ドリブルで上がっていく。右へ回す。本田、現在ゴールランキングで上位に位置しています。カップ戦での成績です。さあどんな展開を見せるのか。中央から上がっていった。ここはよく守りました。大事なところ、強い、右足、危ない、
これはサイドネット。しかし北澤さん、はい、最後はドリブルで持っていきましたね。そうですね、相手にとってはね危ないとこだったんですよね。今後半の40分が経ったところ、さあチャンスだ。おっとタックル、一旦預けます。ここで激しい本田、入れてくる、ヘディングで跳ね返す。左へのクロスが出たんですが、ここは合わせられませんでした。長谷部、ここで王座に輝くか。いいでしょう。ベッカム、いい。ここで後半終了、延長での決着となります。